日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は行動力について。行動力、はい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 、皆さん元気ですか？日本語コンテッペイの時間ですね。今日はですね、行動力について話したいと思います。行動力というのは行動する力のことです。行動するというのは動くこと、ね、動くこと、アクションです。アクションできること、アクティブなこと、それを行動力と言います。例えば、あの人は行動力があるね。すぐに何かを始める人、すぐにアクションを起こす人、こういう人を行動力がある人と言います。皆さんはどうですか？僕はね、多分行動力がありますね。やりたいことがあったらまずやります。まず試す、そして考える。例えばポッドキャストを始めるときに、僕はもうポッドキャストを始めました。はい。普通はポッドキャストを始めよう、ね、始めたいっていうときにちょっと時間をかけますよね。時間をかける。例えばマイクを買ったり、なんかこうソフトウェアをなんかこうなんかいろいろですよね。いろいろなことを調べますよね。まずはいろんなリサーチしたり、なんかこうアドバイスを受けたり、誰かに相談したり。僕はもう始めました。はい。あ、ポッドキャストをやろう。あ、じゃあやろう。今やろう。はい。という感じで。家にあったとても、まあ、安いマイクと、まあ、Mac の中にあったガレージバンドというフリーのソフトウェア、それを使ってもう撮りましたね。いろいろ考えなかった。もうやろう、やります。はい。愛登記で日本語の先生になった時もあまりたくさん考えなかった。はい、じゃあやろう、やります。いろいろなプロジェクトですね。僕のいろいろなプロジェクトはまず始めました。始めて後で考える、後で少しずつ良くしていく。だからいつも最初のプロジェクトはプロジェクトの始めですよね。プロジェクトの始めはちょっと恥ずかしい、ちょっとなんかこうビギナーのようなね感じがあります。でもそれは普通のことです、ね、まずは行動する、まずは何か始める、もうやる、そして少しずつ調整、アジャスメントですね、調整をしていけばいいと思います。皆さんもいろいろ始めてください。いろいろやってください。それではまた。チャオチャオ、アスタルエゴ。またね、またね、またね。